皆さんこんばんは。本日もひょっこり、毎度おなじみ、橋本環奈ちゃん、ボログミュラ、つむぎうった、ミュージックスタート。これはあくまで余興でございます。当ピアノ教室は私、自慢にもなりませんけれども、ブルグミュラーコンクールで努力賞、本年度は去年になりますが、努力賞、今年は奨励賞をいただきました。ピアノ教室は本来ピアノを楽しく学ぶ場でもありますが、何でもチャンスは夢は自分で掴むのです。やってできないことはないのです。誰もが 100% 完璧ではありません。人や備品も大切に、みんな疲れている時もありますが、何でもできるようになれば自信がつくんです。人にとってためになる喋り方、励まし方、話し方もソフトで優しく分かりやすく指導するのが本来の指導者ではないでしょうか。アドラー流ピアノレッスンという言葉がありますが、話し方一つ、アドバイスもダメ言葉では子どもたちも伸びません。なるべく手首を柔らかく、そっと食パンやスライムをイメージしてみたらいいんじゃないかな、というふうに、喋り方一つ、早くしなさいではなく、
そうそう、だんだん良くなってきたわよ。それでいいのよ。というふうに、ちゃんと平音記号も興味を持って子どもたちは書いてくれます。先生がまず率先してやって見せることで、子どもたちもちゃんと読譜も興味や好奇心を持って、これで合ってるというふうに書いてくれます。これは今大切なことなんですが、喋り方や話し方、強要するのではなく、自分からやりたいな、あ、やってみたいな、というふうに思えるためには、まず自信をつけることだと思います。言葉というのは大切です。あなた、ダメよ。ダメよ。と言われると本当に皆さんショックを受けると思います。ダメではなく、良いところを見つけて、なるべく勇気づけてあげましょう。子どもたちも疲れております。くしゃみが出る時もあれば、しゃっくりが出たら水を一気飲み、乳歯が抜けたら軒下に投げる。小さなことですが、安全を提供し、ピアノが大好きになるおまじない。これも大切です。それでは、私、いつも絶好調でございます。先生だってミスや間違い、ミスタッチはあるのが当たり前なんです。何度も何度も練習を重ねて、一曲一曲丁寧に仕上げる習慣も身につけてくださいな。それでは、私、本日の芸名、橋本環奈ちゃんにしときますね。つむぎうたちゃんでございました。またインタビューごっこしましょうね。それではね、バイバーイ。夢はチャンスは自分でつかむもの。努力や練習というのは必ず成果を生むんです。必ず何か誰かがちゃんと見てくれております。それではね、バイバーイ。だるまさんが来るな。あ、最初はじゃんけんぽん。生まれたて、10歳、20歳、30歳、55歳。まだまだ、頑張ります。